はい、ってことで皆さんおはようございます。グランブルーファンタジーリリンク、こちらですね、ようやくデモ版でのプレイが可能となりました。どれぐらいの方がやってるのか分かりませんが、っていうかそもそもね、このゲームなんやみたいな、知らねえよ、今初めて知ったわっていう方も多いんじゃないかな。でまあ見てもらったら分かる通り、まあ、そんなにね話題にはなってない。11万のね閲覧があったにもかかわらず、いいねの数が300ぐらいで、リプがね一つしかないからね。まあそんなところで、まあこのゲームは流行るのかどうか正直わからねえ。で今のところはファイナルファンタジーとかテイルズとかドラクエとか日本を代表する RPG があるかと思いますが、それに準ずる作品になるんじゃないかと、そういったことが言われているこちらゲームになっているんですが、ただね中身を見てみると、まあそうでもなくて、はい、まあがっつりとアクション RPG となっております。なのでコマンド RPG ではないんですよね。で割とアクション要素もねかなり大きな、ゲームとなっております。まあこれもね一つ特徴なのかなと思いますね。縮めると今ねリリンクと呼ばれているゲームでして、まあ通称というか、これ見てもらったら分かる通りタイトルがめっちゃ長いんですよ。グランブルーファンタジーリリンクなんかさ、これだけ見てみると FF のパチモンじゃねえかと思っちゃうんだけどさ、ただね中身は FF ではなかった。まあ割とアクション全振りのゲームなのかなといった印象ですね。でもちろんこちらですね、デモ版のプレイが可能となっておりますので、もし気になる方はこの後ですね、無料でダウンロードしてプレイすることもできますので、そちらプレイしてみてはどうでしょうか。で実際に自分もねプレイしてみたんですが、まあ正直ね買いかどうかで言うとどうなんだろうねっていうそういった感じで、今のところは2024年の2月1日なので、今から約2週間後に発売予定となっていると、今のところはプレステ5、プレステ4、で、PC 用のソフト、グランブルーファンタジーリリンクといったところで、こちらですね、発売する予定となっていると、まあ、PS で出るので、まあ、個人的には、まあ期待はできるんじゃないかなと思っています。例えば任天堂スイッチで出るんであればさ、格付きやべえって感じになるかもしれませんが、ただまあグラフィックもね、そんなに悪くはなくて、まあ面白いかどうかで言われると正直ね、言うとわからない。正直ね、デモプレイの時点ではわからないといったところがね、正直なところなんですが、ただ一方で、なんとマルチでも遊べるクエスト、こちらはね、11人のキャラクターで、プレイ可能なので、まあこれもこれでね、結構面白いなと思いました。まさかのね、マルチでも遊べるみたいな。お前デモなのかって感じなんだけどさ。まあ気になる方はね、買ってみるっていったところもありなのかなと思いましたね。で、あとまあ、ここ最近のゲームとかではよくね、搭載されておりますが、アシストモードみたいな。で、直近だと、テイルズ・オブ・アライズとか、まあ、ああいった感じをね、思い浮かべていただけるとわかりやすいと思うんですが、そういったアシストモードなどもね、搭載されていて、なので、その、なんだろうな。なんかアクション系のゲームではあるんだけど、アクション系っていうか普通にまあ、アクション RPG ではあるんだけど、まあ、割とね、なんだろう。コンピューターに任せっぱなしというか、アシストだけでどうにかなっちゃうからさ、なんかこれもこれでどうなんだって思うところがあるんですが、ただ一方でサポートが強すぎるので、まあゲームが苦手な方とか、RPG が苦手な方でもね、十分ですね、このアシストモードを利用することによって簡単に、ゲームを攻略していくことができます。はい。で、ストーリー構成とかにつきましては正直まだわからない。なんだろう、デモプレイのところがね、思ってるより限定的で、なんかそのクエストをね、楽しむっていったところはわかるんですが、あとどういったキャラクターがいるのかわかったんだけどさ、ただストーリーの全体像とかは、もうほぼ語られておらずだからさ、まあそこのバックグラウンドに何が存在するのかとか、どれぐらいのボリューム感があるのかとか、そういったところが全くわからない状況でございます。まあそういったところも踏まえてね、まずはこのデモプレイを、まずやっていただきたいところではあるんですが、一方でデモプレイやるのはいいんだけど、そう別にいいんだけど、この製品版を買うかどうかって言われると正直わからない。マジでこれに関してはわからないわ。
まあ買うかどうか迷ってるんであれば買った方がいいと思うけど、実際にやったことある人なら、やったことあるというかやった人ならわかると思うんですが、結構微妙な感じもするんだよな。まあ良くも悪くもなんか量産型のアクション RPG みたいな感じになっていて、なんかテイルズとか FF とかドラクエとか、そこら辺となんか正直あまり変わらないなと思いました。なので例えばそのライザーのアトリエであったりとか、まあ、他にもいろいろゲームがありますが、そういったところで斬新ななんか要素とかがあれば非常に面白いなと思ったんですが、まあマルチを推奨しているといったところが、まあ、一つポイントにはなっているのかなと思っていて、まあ、そういったところは他のゲームと違って、まあ、差別ができるところではあるかもしれませんが、まあ、逆にそれぐらいしかないかな。なんかどちらかというと、FF14 とかあると思うんですが、なんかそこをね、思い浮かべていただくと分かりやすいんじゃないかなと思いました。まあそんな感じかな。まあ、流行るかどうかは正直分からないし、で、期待度としてはそんなに高くはないのかなといったところが正直な感想でしょうかね。いやーけど、このゲームって、まあ、一応オンラインゲームとして売り出すみたいなので拡張性っていった部分はあるかと思うんですが、ただ全体のボリューム的にもそうだし、正直なんかどういう方向性で進むかわからないよね。まあ今回確かねサイゲームスが開発をしていたかと思いますので、まあ期待はできるんじゃないかなと思ってはいるんだけどね、どうなんだろうか。まあまずはねデモ版をやってみて、内容を確かめてみるといったところもね、いいんじゃないかなと思いました。はい。ただまあ聞いた話によると結構ですね、なんだ、ストーリーは、結構重厚で、良さそうであるといったことを聞いていたんですが、ただデモ版ではねそういったところは見受けられなかったので、まあ今後の製品版に期待でしょうか。はい。まあそんな感じかな。まあここ最近本当にね様々な RPG が出ておりますが、結局ねテイルズ、FF、ドラクエみたいなこの御三家がやっぱり安定するよね。まあ俺もねいろいろなゲームやってきたけどさ、けど結局なんか FF を超えるかどうかって言われると、まあ多分このリリンカ難しいと思うんですよね。ちなみにグラフィックに関してはやっぱりその直近で言うと FF16 がそちらよりちょっと低いかなといったところが正直な感想です。まあ、正直もうちょっとねグラフィックは高めて欲しかったっていったところが本音かな。そう、ちょっとそこもね不満点ではありますよ。まあ、正直現時点では判断なかなかねつかないところがありますが、実際にやってみてちょっといろいろ課題に感じたので、まあ映えるかどうかは分かりませんが、まあオンラインプレイっていったところと拡張性っていったところに期待でしょうかね。はい。まあそんなところで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まあ今日ですね2月1日に製品版が出るので、まあ自分もですね購入する予定ではあるんですが、ただね正直さっきも言った通り俺多分流行らないと思うんだよな。はい。まあぜひね皆さん、こちらデモプレイをやった方はコメント欄に、感想であったりとか意見などをですね書いていただけると幸いです。ではまた。